対戦よろしくお願いします。今回はポケモンの世界大会で大活躍された愚足武者をせっかくなのでダブルで使ってみようの回なんですが、珍しく結構強気のパーティー組んだんですけど、ディアルガの対策切っちまった。やべえな。ガオガエンくんどうだろうね。ザシアンでぶん殴るのが基地か。さて、しかしザシアンもね、技構成がディアルガに対して強くないよ。とにかく事故ったな。どうしよっか。ならばたらばでこういう構築いってみますか。ロゼリアのねメンバー限定動画出すつもりだったんですけど、間違えて映像データ破壊しちまいまして残ってないのよ。なので今回余った枠に、その枠で鋼対策すべきだったのではという刃のようなドセロはなかったことにしていただきたい。よろしくお願いします。ギャルガチャルナウシチーズ、色違うのかあれ。チーズ。さて、完全に出したいだけの愚足武者は、これは、つうかさ、私のパーティー、飛行に弱すぎないか。どうしてくれようか。ですが、インファイトあるから、比較的強く出れんだよね。まあ、愚足武者は直帰なんで、そうそう落ちない。ディアルガに仕掛けていくか。では、海洋ガちゃんはもうワンターン目から強気に、タスキの可能性があるよね。アイスで貫通ぶっぱ狙っていきますか。そうしましょう。さあ、問題はお相手がダイマックスしてくるかどうか。多分してないかな。参ります。まあ、至って普通のダブルバトルなんですが。ちなみに愚足武者っていうのは途中で帰ってしまうところを舐められる傾向はあるんですが、ステータスはねものすごく強いんですよ。特殊攻撃を捨てて素早さも捨てて他に振ってる感じ、まあブリザポス的な。おっと、1ターン目からヤンキーじゃないの。正々堂々戦おうぞ。ギャルがですね、追い風かな。さて、愚足武者は今回活躍してくれるだろうか。オフ耐えるんだわ。まあ仕方ねえ、危機回避だ。よし、組み立てるぞ。ではロゼリア行きましょうか。受けます。チーズ。アイス。トルネロス君は厄介なんで、もうここで退場していただく。よし、やっぱりタスキだったか。まあ、追い風も打たせずってことは、以後、海洋ガの先生で固定と言っても過言ではないでしょう。むしろ、後の展開的にはこっちの方が美味しいでしょうね。アース、特防を上げてきたか。ですが、さすがに海洋ガに対しては軽やかな一撃。あられで削るにしても限度は、弾でこれですかい。よし、あばよ。海洋ガがちょっとこのまま押されるとしんどいのですよ。次のターンは守るを、ダイボールを選択しましょうか。ロゼリアがどう動くか、お相手のポケモン次第でもあるね。ガエンか。猫騙しで縛ってくる気満々ですかね、これは。かなり鬱陶しいので。ここは愚足武者に戻して、ちょっとクッションみたいな扱いで申し訳ねえんだけど。でもさ、なんかダブルバトルにおいてはさ、その危機回避で愚足武者が帰った後ガオガエン出てきたらすげえ鬱陶しいだろうなって思ったんですよね。いかにして場の流れ作っていくかがダブルなんで、そういう意味ではこいつやりよるぜ。はい、ダイボール。無視。そうだよっと。イェーイ。オーケー。流れは取りましたね、完璧に。まあ、ここで愚足武者くんが猫騙しされようが別に困らなかったので、
向こうが何かを警戒したのが裏目に出ましたね。あともう一体潰せたらディアルガはカイオガより遅い可能性が高い。かなり有利ですよこれは。向こうのカイオガか。ですが出会い頭がここは入るね。第三打いっときましょうか。ここで取れたらもうほぼ勝ちですからね。期待しています。でも読まれるかもね。それゆえにどのポケモンにも守るを覚えさせていたら、そうダブルはこっからでもひっくり返うるバトルなのでものすごく難しいんだよな。やっぱりかこの野郎。出会い頭が防がれる。ですがちょろっとここ削ってくれるだけでも十分です。そらよっと。まああまりにもちょっとすぎるが、よし。これは愚足武者が狙われるか、それともアース特防上げても無駄だぜ。お、こっち狙ってきたか。よし、ナイスクッション。お相手は交代ができない。守るも使った。つまりやつの出番ですよ。やつ？そう、やつです。ジース、令和が生んだスライダー使いゴリランダーです。さあ、生やすぜ。海洋川はおそらく落とされそうですが、ゴリラは落とせんだろう。このスライダーを止める術はない。ですが2連守るがちょっと怖いか。ですがディアルガは放置でいい。どう見ても特殊アタックか、ではスライダーで海洋川で、もちろん海洋川も雷守らない。負担をとにかくかけていきましょう。何されるか分かったもんじゃねえかな。爪とか持ってたら怖えし、とりあえず海洋が落とそうぜ。向こう的には2連守るでも成立させてあれやこれやするぐらいしかなさそうですけど、その間にゴリラを潰せたら海洋が息を吹き返すか。マジでやりやがったよこいつ。2連はギルティ。雷も当然防がれる。ディアルガに対してやることねえんだよな。トリックルームこう海洋ガの方が早いもんな。そういう意味では辛いですけど、ですがグラススライダーは先制技よ。海洋ガは負けますがゴリラは止めれないな。3連守るはないで。もう3連守るまで来たらもう白旗ですよ白旗。この状況はどう見ても狙われるのはゴリラですよね。だったらここは波動ぶっ放しましょうか。ゴリラは10万馬力を覚えてることが想定されますので、この状況で鬱陶しいゴリラをまず仕留めに来るはず。では行くぜスワイダー。イエー、当然ゴリラのスライダーから逃れられる水ポケモンはそうそういないぞ。弾だしね。ラッシュキャノン落ちるのかなゴリラ。おお、最低限の硬さは有している。ハドゥー、悲しいな。さて遅いもん順に行動するわけですが、このゴリラ S 振ってないんですよ。だから最地じゃなかったらディアルガより遅いよ。なんで馬力打ってっか何も考えずにしても綺麗に打てねえからな。吹雪いっとく。こうしてみると体力振りゴリラもなかなかね。やっぱ遅い。おるえ、いい火力。ロゼリアも控えていますからね後ろに。そうゴリラに対してこの程度のダメージしか出せなかったら奇跡ロゼリアは落とせないぜ。お疲れ。では吹雪出番なさそうだけどね。まあまあ、でもでも場には出たし、その存在感で活躍はしたに違いないぞ。きっとな、きっとな。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。まあだいたいさっきと同じ感じでやっていきましょうか。
ロゼリア使いたいという理由だけでロゼリアを連れていくことは許されますか。ザシアンじゃあ下げろよ。まあしゃあねえな。ガオガエンロゼリアで行こうか。でですね、まあ先ほどの試合愚足無釈何もしてなくねってなるんですけど、そうでもないんだよね。うん、なんだかんだやっぱ出会い頭の存在がお相手を縛ったりするところもある。ダブルバトルは合計4手が1ターンに詰め込まれたバトルなので、それぞれが覚えるであろう技、その存在がお相手の行動を縛ったりするんですね。さあそういうところ見せようか。ではでは、向こうとしてはあれですかね、エレキネットド安定みたいな場面ですかねこれ。ではでは、出会い頭にエレキちゃんにぶっ放して差し上げようか。でその間に海王川一旦様子見の守るくん、大魔切ってくる可能性もありますしね。展開、さあお相手、まずはこっちか、いけー、やばすぎだろこれだからやべえんだよなこれ。あ、効かねえんだわなこれな。 S 落ちたけど、エレキくんすでに虫の息。おっと、潮吹きが来たのであれば、これは危機回避が発動しますね。耐えた、素晴らしい。さすが愚足武者の耐久ですね。ではでは、この場面で出すのはガオガエンといきましょうか。チース。さてこれでエレキくんの動きを縛りますね。向こうとしてはエレキくんを大切にするのであれば交代してくるか。逆に私のガオガエンも海洋ガに動きを止められがち。どうしたもんかね。これはない。まあ猫魂であわよくばエレキを倒せたら海洋ガはすごい動きやすくなるので、それを狙っていきましょう。でそうだね、潮吹きだからな、交代して出てくる何かに向かって大ストリームぶっ放すのは普通にありですね。それでいきましょうか。さあ読んでなさそうですね。守ってたら、まあ守ってたとしても大ストリームが直撃するので、エレキはこのターンで沈みます。さあ、いやダブルバトルこうしてみると面白いよね。うん、なんかって進化前のほらゴース、ゴーストゲンガーっているでしょ。ゴーストも活躍できたりするんですよ、ダブルならね。猫だまち、イエイ、さよなら潮吹き、さすがにガエン消し飛ぶわな。ではではこちらも一発お前にお返しさせてもらうぞ。いやー、まあまあ火力出てますね、素晴らしい。弱点保険起動用のロゼリアもありなんですが、あれ多分スカーフですよね。それしか打てないのであれば放置してもいいかもしれない。ここは愚足武者行きましょうか。ウルシュフ、ほう、しかも水。まあ潮吹きだったらさらに威力の低下が狙えます。出会い頭を海洋ガに打って威力をヘナチョコにしてやりましょう。そして大サンダーを主婦にぶつけたところで何回助けくせえんだけど、どうしたもんかな。何気にガエン君はもうちょい大切に扱ってもよかったかも。ロゼリア使いたい病発症によって勝機を逃した可能性がなくはねえが。出会い頭シス倒せとまでは言ってなかったんだけど強すぎ、ワロタ、ワロタール博士、ジェット舐められたもんだな。あ、落ちるわチキショー、雨でもなんとかなると思ったんだけどな。これはやるじゃんお相手、チキショーこの野郎。サンジュードリアー、落ちねえかな、やっぱ助けだよね。でもさすがにアイスでは落ちる気配ないし、ここは仕方ない。最後の一体が何かだよな。
さてロゼリア行こうか。お相手は？エルフーン。ふーんですわ。ふーんですよ。さーて、これは海洋画を一撃で落とす手段がないとなってくると、向こうどう出てくる。これ花吹雪でやるのはちょっとリスクを伴うからな。特殊アタッカーではあるので、とりあえず全力でウーラオスさえ潰せばこれ多分勝てますね。なので味方巻き込む勢いでも全力攻撃をウーラオスに叩き込む。アイスでいいでしょう。ウーラオス潰せ。ダイマックスはこれはどっちでしょう。エルフンだとしてもまあそんなに怖くはね。やっぱエルフンか。お前がサポートじゃなくて殴りかかってくるとは思いたくて。来な草原。海洋画に襲いかかる。でもいいのか、そのフィールドをこちらに献上して。さすが海洋画、硬いけど次のターンで負けてしまうね。弱点保険。さて向こうとしてはスイルレンダーどっちだ。つうかこれロゼリアでやってるのか。効かないね、効かないね、効かないね。ふっふっふ。ではさらばじゃ。大アイス。よし、なんとか落とせましたね。普通にあとはエルフーンだ。穴吹雪つうか味方へのダメージ思ってるでげえ。つうかそうか、フィールド乗ってるからだ。くそー、あのフィールドめやってくれんじゃねえの。さーてではエルフーン VSロゼリアとかいう割とよくわかんないマッチングバトルになりそうですね。ザシアンだったら居住山で終わってる場面か。まあザシアンと比較したらな、どんなポケモンも物足りなく感じちまうところはあるが、言うてロゼリアだったらあいつ詰ませられるんじゃね。光合成、そして海洋ガちゃんは上取れないので守るしかすることがないですね。守る。まあさっきのダメージからして防ぎきれんでしょう。草原。さすがにね。ぐおー。では回復します。ムーンフォースまであるかな。ミストフィールド貼られると少しめんどくさいか。あられのせいで回復できねえ。災いしてんじゃねえの。ですがまあグラスフィールドの効果でちょっと回復はする。さーてエルフンちゃんの火力がどれぐらいのものかって感じなんですけど、毒毒入れないと負ける。草原4分の1ですよ。なお鍋にならぬとっとこ鍋太郎。かゆいわ。そうだよっと、お前のタイムリミットはあと何ターンだろうね。あとは光合成連打するだけですね。じっくりねっとりと可愛らしい外役綿毛のチリザマを眺めるとしましょうか。もうエルフン君な、可愛いんだけど、可愛いんだけどな、お前の身代わりがポケセンで発売される理由を考えるがいい。そういうことだよな。やったぜ。つうかチリザマ見れなかったじゃん。というわけで愚足武者普通に強かったっすね。でロゼリアの特殊耐久もいい感じに見れたし、うん、
まあ愚足武者くんの出会い頭は確か優先度が普通の先制技とはちょっと違うんですよね。そういうところでも強かった気がする。やっぱ今回もその公式大会よろしく、なんか耐えとるぜこいつみたいな耐久を見せてくれましたので、ダブルをやる際にはそのぜひ愚足武者くんの出会い頭で対戦相手のレジエレキだとか海洋画とかを縛っていただいてね、うん、かなり楽しかった。これだけでも、ちなみに優先度はプラス2ですね。なんで電光石火とかよりも1段階上っぽいね。うん、今ちょっと見てますが、猫魂よりは遅いけど、アクアジェットや不意打ちとか通常の先制技グラススライダーとかよりは早いので、ゴリランダーとかに対してはもうものすごく縛るわけだね、出てきたら。だから海洋画と愚足武者並べたら、向こう的にはゴリラ置けばなんか海洋画止めれるとはならないんですね。うん、愚足武者の出会い頭が先に飛んでくるので、愚足武者クラスの出会い頭だからゴリラでは受けきれんと思うが、その辺のまあ調整とかも出てくるのかな。うん、グラスシードゴリラとかだったら問題なさそうですし、シード確か物理だよな。うん、とまあそういうちょっと楽しい感じの話をしたところで、今回の愚足武者会以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。